ゴンデュ・グドール・ゴンドエは、マラウイの政治家で、前財務大臣である。ゴンドエは、1936年に、現在のマラウイ北部州、ムジンバ県にあるケイワナンガ村に生まれた。ロンドン大学で、経済学の学士号を取得した後に、1970年代前半から、マラウイ投資開発銀行の運営へ参加するなどの、経歴を経て、2004年6月に、 大統領のビングはムタリカにより財務大臣へ任命された。なお、2009年2月には財務大臣として日本を訪れ、稔川信秀外務大臣政務官との夕食会で意見交換を行っている。しかし、2009年に行われた選挙の後、ムタリカの内閣再編により財務大臣から地方自治大臣へと降格された。なお、 ゴンドウェの公認として着任した財務大臣はマラウイの初代大統領であったヘースティングズ・カムズ・バンナの老いであるケン・カンドドであった。ゴンドウェはこれまでにマラウイ準備銀行総裁やアフリカ開発銀行上級副社長兼議長代理、バキリムルジ第2代マラウイ大統領の首席経済補佐官、国際通貨基金の取締役補佐官などを含む 国内外の要職を務めており、2008年度には、アフリカのファイナンスミニスター・オブ・ザ・イヤーに贈られる、アフリカン・バンカー・アワーズを受賞した。AB、オフィシャル・マラウィーン・ガバメント・プロフィール。2010年2月18日へ閲覧。日本国外務省、ミノリ外務大臣政務官主催ゴンドゥエ、マラウィ財務大臣歓迎夕食会、ニュー・ファイナンス・ミニスター・フォー・マラウィー。 ニャーサタイムズ、http w w w n a y a e t i m e s c o m ナショナル、ニューファイナンスミニスターホーマラウィ、html2010 年2月18日閲覧、アフリカンバンカーアワーズ2008ウィナーズ。ありがとうございます。